さてイーグルス先発は塩見です。その塩見の2回のピッチングをご覧いただきます。初回は三者凡退3人で終えました。球数10球で終えてこれ2回のピッチング、この回も安定したピッチングを展開しました。ワンアウトからこの山川を三振、ツーアウトまで来て、そして今日スタメンの坂田、最後は変化球でライトフライに打ち取ります。この回も3人で終えた塩見のピッチングでした。そして3回です。この先の渡り、大きな当たりでしたけれども、最後はレフトの岡島が追いつきました。ちょっとヒヤッとしたかもしれません。しかし序盤は、パーフェクトピッチング、ノーヒットで終えました。ライオンズ先発戸上です。イーグルスは3回の裏、先頭バッター1人出たんですけども、島バスターエンドラン、これが結果裏目に出て463のダブルプレー、この回得点を挙げることができませんでした。さて4回です。この回連打でノーアウトランナー3塁1塁、3番の秋山にセンター犠牲フライ。3回まで素晴らしいピッチングをしていた塩見でしたけれども、この回1点を許します。でこの後ワンアウトランナー3塁2塁というピンチを招きましたけれども、ここは山川を三振、ツーアウトまで来て、そして坂田粘られましたけれども、最後はスライダー。この回1点でしのぎました塩見です。そして5回です。戸上から2アウトランナーなしというところ、島内増田連打で作ったチャンス、キャプテンの島が返します。これで1対1同点に追いつきました。この回は2アウトランナーなしというところから3連打で追いついたイーグルスです。6回です。これで追いついてもらった塩見でしたけれども、この回ノーアウトランナー3塁1塁、ピンチで4番の浅村、ここは浅村がレフトの前にタイムリー、勝負強いバッティングを見せました。これでライオンズ1点勝ち越し2対1。しかし塩見この後またピンチの場面で山川坂田、ここは連続三振、これで2アウトとなったところでマウンド上2番手の森原へとスイッチということになります。今日は101球、2失点でマウンドを降りました。でこの後ピンチの場面でマウンドに上がった森原、前回の登板で一発を許してこの先をセンターフライに抑えました。さあそして7回はルーキーの高梨です。でランナーをセカンドに置いて源田の当たりがこれタイムリーになります。これでライオンズ1点追加3対1、2点を追いかける展開イーグルス。9回はハーマンがマウンドに上がりました。ビハインドの場面でしたけども、ハーマンが上がって満塁のピンチを招きましたけれども、今日タイムリー2本のヒットを放っている浅村をライトフライ、ここはピンチを出しました。さあそしてライオンズの方は最終回2点リードで増田達志がマウンドに上がりました。ランナー1塁で一発が出れば同点というところ、ウィーラーがバッターボックスでしたけれども、ここはショートゴロ、ダブルプレーでゲームセット、3対1、ライオンズが勝利。これでイーグルスとライオンズのゲーム差が 0.5 と、そしてイーグルスの方は連敗が6に伸びてしまったという今日のゲームでした。